こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、ちょっと怖い事件をお話しします。まあ一部の方には、まあその頃のことをね、想起させて非常に負担を与えるかもしれませんが、ちょっとね、隠してもいられないことなので、私の方からもお話しさせていただきます。皆さんはね、厚生労働省が勧めた、まあ薬品なり血液製剤なりに害があったということをね、ご存知ですかね。実はね、過去にこういう事件あったんですよ。で、私がまだ記憶にありますから、つい最近のことなんですよね。これはね、1982年から1986年、私が10歳から中学に入るぐらいまでのこの辺りで起きたことだと思うんですよ。ちょうど当時ね、エイズっていう、まあよくわかんない病気が爆発的に広がってですね、で、私たち中学生も思春期ですから、エイズってのが、まあ性交渉によって広がることが多いとかね、まあ怖いなと思ったんですけども、エイズにならないためにはやっぱ避妊をすることだよみたいなことをね、言われたりとかね、まあ、いろんな噂が飛び交いました。そしてこのエイズがちょっと意外なところからね、日本ではものすごく広がったんですよ。それが厚生労働省の進める薬害エイズ問題というものですけども、ちょっと読んでみますね。厚生労働省の進めていた、非加熱血液製剤、これがですね、HIV、エイズウイルスに汚染されていたわけなんですよ。で、それを、まあ、厚生労働省が認可してね、大量に仕入れて、多くの方が輸血処置を行った結果、まあ、多くの人にね、いわれのないエイズが広がってしまったということなんですよ。もちろんこれ、当時の、まあ私のね、知るところによると、まあエイズってのは性交渉したら、まあ広まるんだよっていうふうに言われてたところもあるんで、いきなりエイズを発症した人がですね、お前誰とやったんだみたいな感じでね、まあ批判とか差別を受けていたってことも、まああったんではないかなと思うんですよ。そして、すごく恐ろしいのはこのね、エイズっていう病気なんですけども、ご存知の方もいるかもしれませんけども、基本的にね、10日ぐらいで死んでしまうとかね、言われてたんですよ。私も詳しく調べたことはないんでわからないですけども、当時聞いていた話によると、エイズってのは全身から血を吹き出して10日後に死ぬと。発症したら助からないと。恐怖の病と言われてたんですよね。ちょうど今、世界で、まあすごく世界を蔓延してるね、感染症あるじゃないですか。あれの100倍怖い病気と言われてたんですよね。怖いですね。今思い出しても怖いです。何が怖いかっていうと、縁もゆかりもない人が輸血をしたら厚生労働省のミスで移ってしまったってことなんですよ。じゃあ、あれから厚生労働省はミスをしたり、そのミスを隠蔽したりしていないんでしょうか。ちょっとこれはわかりませんけども、画面を切り替えてね、一つの野球選手の例を見ていただきたいんですよ。こちらです。これですね。中日、加藤球団代表、死去した木下雄介投手の病状を今まで言えなかった理由は、家族の意向があったと答える。多くは語りませんけども、プロ野球選手で、まあ、ピッチャーをやってるとなると、相当なタフガイだと思います。もちろん、基礎疾患などとは縁がないでしょう。記事を読みますね。中日は6日、木下選手が3日に亡くなったことを発表した。これね、2021年の8月3日だと思いますよ。27歳だった。若い。木下さんは7月6日トレーニング室で休憩中に突然意識を失ったという。心肺停止だったため、トレーナーが AED で処置をし、午前11時30分頃救急車で名古屋市内の病院に搬送された。中日加藤博之球団代表との一問一答は以下の通り。いきますよ。当球団の木下投手が7月6日の練習中に倒れて入院したんですけども、8月3日に亡くなったということです。これ以上のことについてはご家族の意向もあるので言えない以上です。今まで言えなかった理由は家族の意向があった。死因はさっき言ったことだけです。答えられるでしょ。練習中か練習中です。ワクチンを接種したことに関しては、そういうことについて私の方から答えることはありません。最後の質問、ちょっと不気味だと思いませんか。プロ野球選手、お子さんは2歳だそうです。
私の子供も同じくらいの年齢です。若い方でこれからを嘱望されていた人、それは球団的にもね、スポーツ界的にも、そしてご家族的にもです。それが安全安心のための方法を取ったことによってこうなってしまったと。これは一体どういうことなんですかね。ちなみにね、この方のお亡くなりになった新聞記事書き換えられているんですよ。何かを隠すようにね。怖いですね、うん、何が原因かは私からは言えませんが、皆さんどう思いますか、ね、厚生労働省だってね、人の集団です。私たちと同じようなミスをします。そしてミスをした時に厚生労働省という肩書きがそのミスを認めにくいんですよ。その結果、認めないがゆえにその措置ってのは正しいものとして広がり続けて、対策が遅れる、対応が遅れるってことになります。犠牲者が増えないことを祈っております。